様々な製品の写真小銀雑誌とは、青森県津軽に伝わる刺し子の技法の一つであり、刺し子銀とも呼ばれる。津軽地方では、野良木のことを小銀と呼んだため、この名前がついた。一般に青い麻布に白い木綿糸で刺す。他の刺し子との違いは、縦の折り目に対して奇数の目を数えて刺すことである。偶数の目で刺すと、青森県南部の菱刺しになる。 ギ銀サしの研究家、衣類の収集家としては、民族学者の田中中三郎が挙げられる。寒冷な津軽地方では、木綿の栽培ができず、移入に頼らざるを得ない、綿製品は高価だった。さらに1724年、農家権約文言令により、農民は仕事に、普段において、木綿の使用が禁止され、本ザブを着衣として用いていた。 しかし洗いした手の麻布は通気性が良すぎるため、津軽地方の冬の寒さを防ぐことができなかった。そのため、名和になり、木綿の糸が手に入るようになると、農家の女性は麻布に刺繍をして、布地の芽を埋めることで、暖かい空気を着衣の中に留め込み、快適な被覆気候を保った。刺繍を細かくすることで、肩に背負う、かご紐からの摩耗を防ぎ、 装飾性の向上にもつながった。古銀刺しが施された着物は、昭和初期、竜宗吉らの民芸運動で再評価された。古銀は、岩木川流域に分布しているが、模様や刺し方によって三つに分けることができる。以下の模様をつなげ、美しい文様を表していた。他に三百種類ある。歌人バンクホームページ古銀刺しと筆死し。 伝統の古銀差し古銀差し作品図案集第一週末校舎2015年 ISBN 978から48億3770万1156著者高木優子主催の古銀差し教室ありがとうございます